はい皆さんこんばんは診療内科医竹岡お送りする心身健康 TV の時間です体も心も健康にということで今日も最後までお付き合いください、えー、今日はですね診療内科受診前の5つの疑問ということでこのチャンネルをご覧の方はあもちろん今現状で診療内科にかかってるっていう方もいらっしゃると思うんですけれどもまだ行くかどうか悩んでるっていう方もいらっしゃると思いますそういう方にぜひ、えー、知っておいていただきたいことを5つまとめてみました あ失礼しましまた心療内科を受診する際のハードルの1つとして、ですね心療内科の診察でどういうことがされているか、ほとんど知られていないという事実があ残念ながらあるかなというふうに思います。 でえー、今回はですね心療内科を受診する前に、まあ、よく持たれている疑問を5つ取り上げて、えー、現役医師である私心療内科医武雄がズバリ回答したいというふうに思います、えー、その前に簡単に自己紹介ですけれども私心療内科医武雄と申しまして一師歴十数年ですね、えー、資格としては心療内科の専門医と総合内科の専門医を持っておりますでこの心身健康 TV ではですね心、えー、療内科とかあと心身症というストレスに伴う体の病気これを発信する YouTube 唯一のチャンネルになっておりますあの実は心療内科と精神科っていうのは違うんですよね。全く違う診療科なんですけれども、これを多くの方が誤解されているっていう事実がありまして、えー、ここをぜひ皆さんに知っておいていただけたらなというふうに思います。なので、今日お話しする内容も、あくまで診療内科のお話ですかね、精神科のお話ではありませんので、そこはご注意いただけたらというふうに思います。はい、というわけで、えー、早速5つ順番で解説していきたいと思いますけれども。 えっと、まず疑問の1つ目、ですね診察時間はどれぐらいっていうご質問ですね、これ結構いただきます。ただ、あもう実際に診察場面に入ってしまうと、ですねどれぐらいの診察時間かっていうのを聞くわけにはいかないんで、あらかじめ、えー、お話しておこうと思うんですけれども、おお,およそですね初診、初回の診察ですね、この時には大体30分から60分時間をかけることが多いです。でえー、最新です、ね、定期的な診察の場合にはあー、10分から15分のことが多く。 ありますで、えー、ただですねこれ施設ごとにですね、病院クリニックによってだいぶ事情が異なりますので、えー、ともしいか今から行かれるとかですね、えー、いう場合にはそのクリニックにあらかじめ聞いておかれる方がいいかもしれませんね、はい、ただまあ目安としてはこんな感じというのはぜひ知っておいていただけたらと思いますはい2つ目ですね えー、他の診療科よりお金がかかるということですね、えー、この疑問もよくあるんですけれども、実際にはですね、我々診療内科医が取っているこう加算というのがありまして、えー、その診療費、例えば初診とか検査、あるいはお薬の処方箋代以外に、ですねこの心身医学療法っていう加算、これが加わります。これが加わるんですけれども、これのコストはですね、えー、初回は1500円で、えー、最新は800円になります。なので、えー、初診 最新の場合には3割負担の方ですと450円、えー、と最新の方の場合には3割負担で240円、この値段が上乗せいになります。これを高いと思うかあ安いと思うかちょっと人それぞれかなと思うんですけれども、決して他のカーよりものすごいお金がかかるということはないかなというふうに思います。はい、で3つ目ですね。 心理検査を受けるっていうふうに聞かれてらっしゃるかもしれませんで心療内科においての心理検査ってどれぐらいあるかっていうのを心配な方もいらっしゃると思いますでこれの回答はですね、えー、結構個々人によります個々人とかあと施設の方針にもよりますけれども大体初回の診察の時にですね心理検査をその問診票と合わせて1個か2個行うことが多くあります。 でその後はですね、えー、疑われる診断名に合わせて、えー、追加で、えー、3個から5個ぐらいですかね、えー、追加になったりすることもありますでこの心理検査まで、ね、ですね実は非常に簡単なものもう1分ぐらいできるものから非常に複雑なものまでありますので、えー、この心理検査の内容に関してはあまあその指示の先生に会った時にですね、まあ、特に初めて行かれる場合にはあ確認されたらいいかなというふうに思いますはい。 で続いて4つ目ですねカウンセリングって受けられるっていうようなご質問ですねこれよくいただきますでこれの回答としてはですね基本的には保険診療の範囲内では診察にとどまることが多いですなのでまあカウンセリング何をカウンセリングとするかっていうのはちょっと複雑な問題なんでここでは省きますけれどもカウンセリングを行うということはあ あれといいう,うに理解していただけたたらと思いますでただしですね、えー、と特にクリニックとかの場合には併設でカウンセリングルームを持っているクリニックっていうのもありますでそういったところで臨床心理士さんとか公認心理士さんがあ保健診療とは別にカウンセリングを行っているという施設もありますので、えー、そういったところもあるということは知っておいていただいてもし、あのー、そういうのが受けられるかということも事前に、えー、ホームページとかあと電話で確認されてはいいかなというふうに思います。 はい、で続いて5つ目、ですねどれぐらいの期間通う、これが一番気になるんじゃないかなというふうに思いますけれども、これの回答は、ですねかなり個人差があります。で、実はですね、1回で、えー、終身終わるという方もいらっしゃいます。で、えー、一方で年単位通うという方もいらっしゃいます。で、あとは、ですねこの治療のゴールをどこにするかっていうことも結構影響していてですね、えーとまあ、その例えば症状がある。 ことを、まあ、ゼロにしたいということはなかなかこの診療内科の領域では難しいんですけれどもゼロにしたいということで長年通われる方もいらっしゃいますしある程度良くなってもう日常生活には問題ないよということで治療を終了してもう病院来なくてよくなるという方もいらっしゃいますなのでどこら辺を治療のゴールに持ってくるかというのによっても治療期間通う機関というのは変わってくるかなというふうに思います はい、というわけで、よくある5つの疑問について解説、回答をしてみました。ただですね、まあ、これ以外にもいろんなあ質問、疑問があるかなというふうに思いますので、ぜひコメント欄とか、あ,あとは私、ツイッターとかインスタグラムもやってますので、その DM などでお寄せいただけたらあ、順次取り上げたいというふうに思います。ただですね、ちょっと個別の医療相談には応じることができませんので、そこだけはご了解いただけたらというふうに思います。 はい、というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました冒頭もお話ししましたようにこの心身健康 TV ではですね心療内科とか心身症に関する話題を発信する YouTube 上唯一のチャンネルになっておりますあと他の媒体でもですねいろんな発信活動をしておりますのでもしよろしければそちらもフォローをいただけたらと思います、えー、いつもチャンネル登録高評価コメントありがとうございますまた次の動画でお会いできたらと思いますではさようなら失礼します